ディフェンダーは、イギリス海軍の駆逐艦。DQ。1930年の海軍計画で1931年2月2日に、発注。バローインファーネスのビッカース・アームストロング社の造船所で1931年6月22日に、寄港。1932年4月7日浸水。1932年10月31日に、巡航し、砲、弾薬。 通信設備といった海軍本部が供給するものを除いた建造費用は223,979ポンドであった。ディフェンダーは最初は地中海の第一駆逐軍に配属され、1933年9月から11月にはペルシャ湾と航海に派遣された。1934年9月3日から10月23日まで中国艦隊の 第8駆逐軍での活動のための整備を行い、1935年1月に香港に到着。アビシニア危機の際は1935年11月から1936年6月まで、航海で地中海艦隊に加えられており、中国艦隊に戻る1月前には、東アフリカの港を訪問した。第二次世界大戦が始まると、 ディフェンダーは地中海艦隊に配属され、1939年9月19日にアレクサンドリアに着いた。ディフェンダーは1940年1月にジブラルタルに移るまで金製品の取り締まりに従事した。ポルトガル沿岸の巡回を行った後2月中旬にはフリータウンに移り、アフリカ西岸での戦団護衛に当たった。4月、ディフェンダーはジブラルタルに戻った。 途中軽巡洋艦、ネプチューンを護衛し、1940年4月23日にジブラルタルに到着。翌月、地中海艦隊の第10駆逐軍に加わった。5月12日から17日まで、航海を通って、中東へオーストラリア及びニュージーランド兵を運ぶ US に戦団を護衛。6月27日に駆逐艦、デンティ、アイレクス、デコイ、ボイジャーと共に、 アレクサンドリアから出撃。同日、クレタ島南東沖で浮上中の潜水艦が発見され、先行したその潜水艦に対して、ディフェンダー、アイレクス、デンティ、デコイが爆雷攻撃を実施。損傷し浮上した潜水艦は降伏した。その潜水艦は、イタリアのコンソーレ・ジェネラーレ・リウッツィで、乗員の収容後、デンティにより沈められた。また、 6月29日、浮上中のイタリア潜水艦、ウェビセベリが発見され、先行したウェビセベリは、ディフェンダー、アイレクス、ボイジャーの爆雷攻撃により浮上。生存者の救助後、デンティにより沈められた。6月30日、アレクサンドリアに帰島。7月9日、カラブリア沖海戦に参加。7月末、駆逐艦、デンティ、ダイヤモンド、スチュアート。 ケージン洋艦、ケープタウン、リバプールと共に、エジプトから、エーゲ海沿岸の港へ向かう、アンニ戦乱を護衛。11月6日、メガバイト8作戦の一部として、エジプトからマルタへ向かうメガワット3戦乱とマルタから、出発する ME3 戦乱の間接護衛を行う、地中海艦隊の主力艦を、駆逐艦、デコイ、ヘースティ、ハボック、ヘレワード、ヒーロー、ハイペリオン、 アイレクス、ジャービス、モフォーク、ヌビアンと共に護衛。11月末のカラー作戦では、ディフェンダーは、他の駆逐艦4隻及び、防空巡洋艦、コベントリーと共に、アレクサンドリアから出撃し、ジブラルタルから来る船団との合流に向かった。11月26日に、マルタ到着後、D 部隊の戦艦、ラミリーズ、重巡洋艦、ベリック、軽巡洋艦、 ニューカスすると合流し、ジブラルタルから来る H 部隊と合流するため出港した。翌日、イギリス軍の合流後に、イタリア艦隊との間でスパルティベント、三崎沖海戦が正規した。1941年1月7日、MC4 作戦で、防空巡洋艦、カルカッタ、駆逐艦、ダイヤモンドと共に、アレクサンドリアからマルタまで、メガアット5戦乱を護衛した。 2月9日から3月19日までマルタで修理を行い、3月27日から29日に、またパンミサキオ海戦に参加。ギリシャからの撤退作戦、デーモン作戦では4月29、30日に、クレタ島セダ湾からアレクサンドリアまでが15戦団を、護衛。クレタ島の東の過疎海峡通過中の夜に、イタリア駆逐艦1隻と水雷艇2隻が戦団を、 攻撃したが、護衛部隊により阻止され、損害は出なかった。翌月、ディフェンダーは、クレタ島からエジプトへの部隊の脱出を援護した。6月10日、BC フランス側のシリア及び、レバノンへの進行作戦を支援する海軍部隊への増援として、ディフェンダーと第10駆逐軍の他の駆逐艦3隻は、レバノン沖に到着した。だが、シリアレバノン沖での活動中に、 ディフェンダーが戦闘に参加することはなかった。同月末から、ディフェンダーはトブルクへ行き来する戦団の護衛を、はじめ、6月29日に駆逐艦、ウォーターヘンがトブルク沖で急降下爆撃機に攻撃により大破すると、ウォーターヘンを栄光したが、ウォーターヘンは翌日沈没した。1941年7月11日、 ディフェンダーは、駆逐艦、ベンデッタと共にトブルクから抜きと途中にあった。夜明け前、沿岸に沿って、偵察飛行中であった一機の188 18、爆撃機による攻撃を受けた。爆弾は、ディフェンダーの機関室前方の真下で爆発。衝撃により、観光部が破壊され、機関室に浸水したが、乗員や乗艦者に死傷者は出なかった。ディフェンダーには、 最小限の人員のみが残り、ベンデッタにより栄光されたが、ディフェンダーが崩壊し始めたため、約5時間後にシディバラに浮きで、ベンデッタの砲撃及び、巨雷一本により沈められた。ありがとうございます。